さあ問題です。秋といえばそうお買い物ということで、ちょっと全然なこんな始まりでいいのかわかんないですけど、まあプライベート動画みたいな感じなので、まあいいでしょう。そう、今からお買い物行きたいと思います。まあ正確には昨日の、もう昨日買っちゃってるんですけど、ちょっとね撮影したいというところで無理を言ってですね、ちょっと撮影させてもらえることになりました。なので今から行ってきたいと思います。まあ何を買ったのかここでは何もバラしません。サムネでも全くわからないでしょ。まあ新しい車買っちゃいましたよ。いやこれ早く来ないかな、楽しみでございます。で、あ、ちなみにこれ秋といえばお買い物いかがでしょうか。これ8888、これね小さなポケットもついてて鍵とかも落とさないようにっていう、そういうね、まあ車、まあ僕が普段から困ってる、まあ服のところを盛り込みながらの、これフーディーでございます。これ新色、今年のね、このキャメルカラー、僕今年はなんかすごい着ようかなって思って自分で着たい色を今年は作っちゃいました。はい、もうこれ販売されてますのでいかがでしょうか。あとちなみに再来週ぐらいには去年すぐにもう完売してしまったんですけれども、ニットとかも発売しますし、新しい形も、まあ、あの追加で販売もします。でさらにあの、あ、これちょっと宣伝させてください。今月の27、28、青山のタートラスさんのアンテナショップあるんですけれども、まあ、詳しくは直前とかどっかで告知入れます。あの SNS 等でも、あのタートラスさんのお店を使わせていただきながらのポップアップイベントやります、この8888。そこでは、まあ、ダウンとかも売りますし、あの来てみないと分かんないよっていう声も多かったので、あの去年も販売しましたけれども、ベストのダウンとかですね、あのなのでそちらを今年もちょっとまた作ったので増産したので、はい、あのまた今年も売り続けていこうかなとも思っております。去年ねダウンを着るにはちょっともう時期遅れでしょっていう時に発売始めちゃったので申し訳ございません。あの、まあ、僕もいるのでね、その時27、28、あの、まあ、モビリティショー、東京モビリティショーが開催されている時期ではありますけれども、もしもあのモビリティショーとかを見に来るっていう方はちょっと足を青山まで伸ばしていただき、はい、あのおそらくねちょっと予約予約制に、前ポップアップイベントやった時にやっぱ予約制にしてもちょっとお店の中がごちゃっとしちゃったので、ちょっと今回予約制にすると思うんですけれども、そこであのズボンとかもそうですけれども、これも8888のズボンですけど、めっちゃ快適でございます。もう僕これしか履いてないかな、あと白のジーパンはたまに履きますけど、はい、なのでそれらも試着して、購入することも可能ですのでよろしくお願いします。まあそれよりも今日お伝えしたいのはちょっとお願いしたいこともあってですね、あのなので今日ちょっと撮影するのもあるんですけども、こんな車買いました、どうぞ。さあ今回買った車発表です。声裏返ったけどそのまま言っちゃうぞ。え、トヨタなのって。そうなんです、またトヨタかよっていう声も聞こえそうなんですけど、いやなんかね、まあ結果としてトヨタになりましたね。まあ欲しい車がそうだったからしょうがない。お、なんか見えてきた、社名ロー。ローってなんでしょうね。さあローではないですね。さあ来ました、クラウンですよ。僕生まれて初めてのクラウンでございます。いやーいつかはクラウン、やっとクラウン叶っちゃったみたいなね。いやー来ましたね。まあクラウンでも、まあセダンは僕未来も持ってるので、まだしかも4年縛りで補助金受けててまだ売れないので、だからセダンっていうのも狙ってはいたんですけれども、やっぱねこれ超かっこいいクラウンスポーツでございます。さあ来ましたよね、かっこよくないですか。でまあ今ちょっと花も置いてありますけど、あのこれこの車を僕の車じゃないです、制約した車ではなくてもうほぼ同じ仕様なので、ちょっと撮影させてよというところで、かっこよかったのでね、すげえかっこいいですよこれ。初めて、うん、見ました。まあ事前情報とかで、あのまあ学さんとかが試乗会も行かれていて、プロトモデル、僕それ全然声かかんなかったので本当ね、あのまあなので乗らずにもう全部決めちゃったというところではありますけれども、先にお伝えしておくと、もうそろそろ秋口冬口、まあ11月12月ぐらいになると PHEV のこれのハイパフォーマンスバージョンといえばいいんですかね、ハイパフォーマンスっていう言葉が適正なのかどうかあれですけども、速い車も登場してきます。とは言っても、まあ予想でこちらでも2.5リッターあるので、でしかもリアモーターもあるしフロントモーターもあるしという形のハイブリッド方式ですので、まあ十分速いと思います。で僕が購入したのがまさにこの色、
黒なんですよ。僕今回ちょっとねこれ個人的な主観ですのでね、あのクランをオーダーされた方とかで左右されなくていいと思うんですけど、僕の考えですよ、僕やっぱねパンダ色好きなわけですよ、 NSX である通り。だから今回白ボディかもしくはバイトーンが選べるので、要は白ボディに屋根が黒とかも選べるんですよ。で PHEV の後ほど出る専用色かと僕はバイトーンを持ってたら、このハイブリッドでも選べるっていうところなので、それも考えたんですけど、結果として白もやめてバイトーンのパンダもやめてこの黒にしちゃいました。あ、ちなみにね、そうだそうだ、僕ご紹介忘れてたね。さあタタタタタタ、さあトヨタモビリティ神奈川の伊勢崎店でございます。まあ僕はハイエースのキャンパーですね、アルトピアのキャンパーももうここでメンテナンス等もお世話になってますので、まあそのつながりというかですね、まあ僕そういうつながりすごい大事にするので、なので今回もクラウンはここにお話をしてですね、もうクラウンスポーツ、クラウンって今回僕が言うまでもないかもしれないですけども、改めてセダンとこのクラウンスポーツと、もうすでに出ているクロスオーバーと来年エステートだから、セダンももうそろそろ発表されますよ、うん、11月頃って聞いてますもんね。もう4車種が登場した時に、いや僕今回クラウンスポーツちょっと手にするかもって実車見てから決めたいけどねと言ってはいたんですけど、僕実車見たことなかったんですよ。すげえ安心した安心した、ずっとクラウンスポーツちょっと欲しいから買うよ買うよ言いながらも実車を見れなかったっていうね。まあプロトモデルであるとかのもうマナブさんの映像とかすげえ見た。僕あれね全然声がかかんなかったので、もう初ですよこのクラウン。いやー、でこの色にした理由としては、こういったところを黒のこのグロスブラックのカラードっていうのはどのカラーを選んでも基本は一緒なんですよ。でオプションでボディと同色のカラーにするっていう、そういうオプションもあるんですけれども、メーカーオプションじゃないですよ、ディーラーオプションとしてそういうのもあるんですけれども、僕個人的にはもう最初から真っ黒にするとこういったところとの帳尻が超合う。で実車を見て僕最後実はね色決めたんですけれども、ここの部分がそのトップテーブルのような形でここ真っ黒なんですよ、実はもうどの車でも。だからこのリアガラスからここの部分が真っ黒で、それが一つのアクセントみたいになってて、どのカラーを選んでももうここの部分の造形でもってバイトーン型になってるわけですよ。でそのバイトーン型のなんかね、ここだけ黒が張り出した感じの見た目がもちろん好きっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕はあんまりねそれがなんか実写見た時にうーんってちょっと思っちゃったわけです。だからこれのなんかその浮いてる感じをなくして、造形はすごいかっこいいなと思うので、だからそうするとここが黒である限り一体で仕上げようと思ったら、これ黒ボディしかないじゃんって言って今回白ボディは諦めました。だからこのフォルムを見て実写を見て結果としてなんか最もしっくりくるっていう、僕の感覚で言った時に、あ今回黒だねっていう形で黒にしました。なのでもう全部が黒でしょ、すげえ映り込み綺麗。これに EX キーパー施工したらとんでもない輝きをしそうだね。でも黒ってやっぱね近くで見るとちょっとやっぱねこのクリア塗装の下側の塗装がメラメラと波打ってるので、まあこういったあたりは気になっちゃうかな。ほらちょっとマンションとかも映ってますけど、若干ね輪郭がぼやけるでしょ。これ塗装面のこのクリアの下の塗装面が波打ってるのが反射してるんですけれども、だからこういったところを、だからやっぱセンチュリーのあの塗装ってほんとすごいなって、なんでセンチュリー出すねんって。あちなみにこれ実現できるかどうかわかんないですけども、なんか噂でセンチュリーってオープンモデルもできるっていう話あるじゃないですか。僕すっごいそれ興味持ってます。だからこのクラウンスポーツをちょっとの期間乗ってそのセンチュリーのオープンとかオーダーできるよってなった時にはちょっとそっちにもアンテナ張りながらとかね、そんなことも考えてる人間でございます。いやーしかしかっけーかっけー。でやっぱね今回はこのリアフェンダーのここの盛り上がり、ここがねやっぱ実車を見ても特徴的。これリアフェンダーが盛り上がってるっていうよりも掘り込んでるんですよ全部。だから例えばここから見た時のこのフォルム形状あるじゃないですか、このフォルム形状も
トップから普通であればもっと室内空間求めたらここをドンって張り出してもいいわけじゃないですか。その張り出しをなくし、ここをギューッと狭めてったらここのフェンダーの盛り上がりの部分だけが生きてくるっていう、だから膨らましてるっていうよりも上側を絞り込んで絞り込んでっていう形でこのフェンダーの盛り上がりを出してるような印象ですよね。でそれで言った時にここの盛り上がりを強調するためにこのドアの部分のここの絞り込みもギュッて押し込んでるような印象だから、このフェンダーが、あ、どうもこんにちは、このフェンダーが盛り上がっているというよりもここをちょっと触るの申し訳ないですけども、ちょっとえぐれてるような彫り込みを入れてあげてここのフェンダーを強調で、なんでこんなフェンダー強調するんだよって、やっぱね、この車のかっこよさの源はやっぱこのホイール21インチですよ。さあ235です、これ。はい、235/4/5/21インチでございます。これ布製のスノーチューンで235って履けないので、あの実はレスオプションで6600円かな、225にすることもできます。だから225/4/5/21インチを選ぶことも可能なんですけれども、そうすると布チェーンとかにも対応するサイズになるんですけど、このままですと235のままですと布チェーンとかが履けるサイズが今ないはずなので、だからそのあたりの選択肢、だからノーマルタイヤのまんま簡易チェーンとして布チェーンの能力とか僕動画に去年の冬頃出してますので、春頃かな、はい、そちらを見ていただければ。布チェーンの実力すごかったんですよ。これ今年間に合ったら雪持ってってみようかな。これ四輪駆動なのでね、うん、これ来るの楽しみです。あの本当はねこういうのを、まあでももう商談してる方は分かると思うんですけれども、僕すごい事前にもうこの車動いてたので、これ納車日とかはもちろん聞くじゃないですか。どのぐらいの時期に車が来るか、それに合わせて車庫用意したりとかいろいろするわけじゃないですか。だからそれで言うと実は結構早い段階に納車されるっていうような話もあったんですけど、だから駐車場もすでに確保はしてあるんですよ。しかしながらこれ実際僕の手元に来るのは早くても11月じゃないですか、遅いと12月になるんじゃないですかね。まあそのあたりなんで遅れたかとかは、まあまあそれだけ信頼性高い状態で商品として出てくるっていうところなので、まあいいでしょう。さあボディサイズは4720です。で全幅としては1880です。だから僕 LBX あるじゃないですか、レクサスの LBX もね、ちょっとあれも視野に入れながらいろいろこのクラウンスポーツ考えてたんですけど、 LBX って1825でもちろん扱いやすいサイズっていう形で言うと、横幅で言うと LBX とかももちろん視野に入ってくるんですけど、やっぱね僕なんかねワイドな車好きなんですね。大きい車好きっていうのも言ってるじゃないですか。でこの横幅があるとやっぱ超ワイドアンドローで存在感もあるし、うん、それでいてこのボンネットの垂れ下がり具合とかの相性もいいし、だからやっぱね僕それも見た上で、あ、クラウンスポーツじゃん今回はっていう僕の観点ですよ。で僕車選びの中でまずあの今回乗り味知らずに買うわけですけど、乗り味が嫌だったらもう売っちゃいます。すぐは売れないですけど1年ぐらいしたら、うん、なんか売ってしまうかもしれないんですけれども、もうそれは最初に宣言しておこうかなと。一番心配なのは DRS です。それちょっと違和感あるんじゃないかなって、めっちゃ心配、それだけ心配。それが違和感なくっていう形になってくれるんであれば、相当所有するかな。いやそれでもやっぱいろんな車をちょっと所有体験したいので、そうですかね、やっぱ売ってしまうのかな。まあそのあたりわかんないです。まあ僕個人的に今、このクラウンスポーツもそうなんですけど、センチュリーのオープンカーね、これすごい興味あるんですよ。もうなんかだってあのセンチュリーの新しいモデルですよ、一般的にはちょっと SUV 型とも感じられるようなあのスタイルでオープンカーなんて言ったらちょっとやばいですよね。だからねそれすげえ興味あるんですよ。まあだから変わった趣味の人っていう話です。フロントも235ですよ。はい、一緒です。はい、235/4/5/21インチです。ミシュラン履いてますね。 E プライマシーを履いております。でこれ後ほど出てくる PHEV モデルになると赤キャリパーになったりであるとか、ブレーキも強化されますね。だから速くなるだけではなくてストッピングパワーも上がってくるっていう形で、そちらの PHEV モデルになるとまだ値段とか仕様とか何も正確には出てないんですけれども、この同じそのサイズなんですけど235の4521インチは変わらないんですけども、このホイールが艶消しブラックになるっていう
のは聞いております。ライトもかっこいいでしょ。そうだ、ライト僕つけたんだ。はい、この斜めシャープね。だからポジショニングランプがこの上側、ここがヘッドライト、これバイビーム型になっております。まあこの辺りはもうすでにクラウン好きな方は情報を得てるから、まあいいですよね。いやー、しかしかっこいいかっこいい。1810キロでございます。あの、個人的にはもうね、この今僕がこういう風に見てて、うわかっこいいって思えるっていうのが、やっぱこのリアフェンダーのこの辺りすごいわ。この D ピラーのギュッという中入れして、このフェンダーを強調するっていうこの作り、やっぱね、駐車場でご対面した時に、うわかっこいいわって思う車であるっていうのが僕すごい大事だと思ってて、まあ、あのもちろん走行性能とかも大事にするんですけども、やっぱねかっこいいって思えるものはやっぱ所有満足度ずっと高い状態を確保できるので、まあだからこそ今回はこの黒ボディ、まあそもそものこのボディのサイズに対して21インチって異様でしょ。まあだから注目したわけでございます。で、僕がこの動画をなんでこんな早く出したかっていう、もう本音トーク、これ前後が、あれ先ほど前後言いました、これ前後1号6号あるんですよ。あ、ちなみにホイールベース言ってなかったですね。ホイールベース2770、最低地上高としては160確保しております。で、車両重量は先ほど言った通り1810です。で、問題は1565の前後なんですよ。で、これシャークフィンアンテナが若干だけ飛び出してるので、最悪僕立体駐車場に入れたいので、どうしても1550規格のシャークフィンアンテナ取っちゃえばいいやって思ったんですけど、このシャークフィンアンテナ今デジタルチューナー系の、要はテレビのアンテナも入ってるし、ラジオのアンテナも入ってるし、さらにテレマティクス系のアンテナもここ入ってるので、だからこれ取っちゃうとね、相当ちょっと機能が害されちゃうので、もう取るのを諦めました。とは言っても1550規格の立体駐車場に入れたいわけじゃないですか。だからそうなってきた時に15ミリどっかで稼がないといけない。さあ皆さんならどこで稼ぎますか。そうなので僕はローダウンします、この車で。ローダウンするって言ってもまだパーツ探してもないので、なのでちょっとご協力ください。HK さんに話をしてみようかな、谷口さんにお願いして。いや、これバネを作りたいんですよ。だからローダウンスプリング、フロントリアともに15ミリか20ミリずつダウンしたローダウンスプリングを作りたくて、だからあのローダウンスプリングでも硬さを求めてないので、硬くならず、まあ若干は硬くしないと底づいてしまうので、若干乗り心地も害するのはもう承知の上なんですけれども、これをちょっと車高を落として、まあ最低地上高も160あるので、だから20ミリダウンで140でまあ使おうかなっていう、そういうのを考えております。そうすると立体駐車場実際入るので、1550規格、もちろんあの買い物行った先とかで1550規格のもしも立体駐車場あったら、多分車で弾かれちゃうと思います。そこでの情報は1565なので。でも自宅とかであれば1550規格に20ミリダウンしたら5ミリの余裕でもって入れれるので、そういった使い方をしたくて、なので募集しております。ローダウンスプリング、どなたか作っていただけませんか。 HKS さん作りませんか。一緒によろしくお願いいたしますというごめんなさい、お話をしたくてこの動画こんなに早く展開をしております。さあ、ちなみに荷室、はい、ちなみにマフラーは、あ、後ろからは全く見えないね。はい、荷室形状は、うん、今度納車されたらきっちりとちょっと日陰とかで撮るので、はい、100ボルトです。で、まあこのあたりゴルフバッグ積みやすさとかそういうのはちょっと納車されてからもう僕の車としてどんどん確認はしますので、お待ちください。で、この車、室内も見ていきますか。ちょっとさあ、室内も見ていくと、はい、ちょっとライト消しましょう。こんな形です。質感も、うん、高いと思います。このあたり合皮かな、革かな、はい、ちゃんと内張りもしっかりしており、このゴールドのアクセント色が入っております。うん、質感もいいんじゃないですか。どちらかというと言葉を選ばずでもうパッと言うと、意外とレクサスクオリティに近いかな。でもレクサスクオリティって言った時にレクサスはもうちょっとだけ上質だと思います。うん、まあ値段が違いますのでね。そうそうそう、値段こちら590万円でございます。ちょっとイグニッション入れましょう。まあハイブリッドなのでエンジンかかんないでしょ。はい、お、電動のチルトテレスコピック、
で、今 ETC が機能しましたけど、ETC とかももうこちら標準設定でございます。もうね、選ぶオプションが全然なかった。今、僕が選んだオプション参考までに言うと、デジタルキーが1個あります。3万3000円でした。で、さらに、これついてないですけども、ルーフつけました。開かないですけれども、未来と一緒ですね。ガラスルーフになります。それが11万円という価格になっておりました。あと、選んだのは、フロアマット。これちょっと全然違うフロアマットが入ってるんですけど、フロアマットを5万7000円ぐらいで選びました。まあ、あとね、寒冷地仕様もあったんですけど、寒冷地仕様は選んでないですし、先ほどお伝えしたあのタイヤサイズのあの幅を狭めるっていうのももちろん選んでないですし、もうね、選べるのがね、全然なかったですよ。デジタルキーはすごく興味があります。え、あと、何でしたっけ？つけるべきものって、僕オプション結果として3つぐらいしかつけてないんだな。うわ、縦並びでーす。間違えないようにしましょう。助手席の方と。縦型の非接触型の充電器、これすっげー使いやすいので大好き大好き。僕がもう絶対的に車選びで今絶対これ必須だよっていうカープレイとかもついております。で、無線接続もしますので、乗った瞬間に携帯電話と勝手に繋がってくれます。で、エアコン周りの操作感は、あ、いいじゃないですか。スイッチの操作感も、うん、悪くない、悪くない。まあ、このあたりは本当これからね、どん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 。で、走行モード切り替えもあります。電子制御ダンパーとかではないので、あ、表示がなんかクラウンのクロスオーバーと、もうそっくりですね。そのまま車だけが違うっていう、そういうような仕立てで成り立ってますね。ハンドルの食感も高食感でいいじゃないですか。うん、なるほど。運転支援もかなり期待しております。このあたりも、どん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 買ってからもうチェックしていきましょう。おー、クラウンといえば、これちゃんとついております。で、僕ちゃんと運転視点今合わせます。ちなみにね、モニター位置も結構低めなので、高くないので、それで言うと両線、あ、これね、フロント見やすいです。これ自然と、あれ、こんなにフロントのボンネット見えるんだ。なんかダッシュボード低いかのような感触さえある。これ運転しやすいですよ。じゃあちょっと後ろ行きましょうか。で、デジタルインナーミラーです。なんだっけな、僕もう一個オプション確か選んだの、オプション全部で僕15万ぐらい選んでるんですよ。で、これ590万円で、僕昨日反抗した時に、その反抗したのは621万とかかな。はい。で、あー、なるほど。あ、これ最近お気に入りです。コールハーンのこれスニーカーでございます。全然関係なかったね。足ギリギリ入りますね。で、座面としては長さも十分ある。シートの座った感じ、ちょっと未来にも似てるような感触はある。この基本形状も。で、はい、アームレストしっかりとここで支えられる。こういうステッチとかも、まあ、綺麗に入ってるのでいいじゃないですか。で、パイピングがやっぱ効いてますね。このゴールド色のパイピングで、やっぱ後ろの視認性はね、運転席からやればよかったですけど、ほら、こういうような形で、やっぱだから機械式ミラーで見た時に後ろはね、やっぱ害される部分はあるので、まあ、だからこそこのデジタルインナーミラーが活躍というところで、だからこれも標準設定でついてるのでいいじゃないですか。だからデザイン性を求めた時に、これでだから機械式のミラーしかなかったら僕相当ブーブー言ってるかもしれないですけど、だからほとんど標準設定っていうのがね、このクラウンらしいところ。 USB は C タイプでございます。 iPhone15 ももう C タイプにライトニングになったのでいいですよね、このあたりも。はい、さあ、というような形で、あれ、ドアのなんか響いてるぞ、この中で。なんだろう。まあ、これちょっと自分の車来た時にチェックしてみよう。ちょっとだけ中で何かが響いてる、動いてる。うん、それだけ気になる。運転席周りは？運転席周りはしっかりしてるけども、ドアのこの上側ですね、上側の剛性とかもう少しだけ上げてもいいのかもしれないな。ちなみにドアミラーは、はい、このドアパネルから生えております。このドアパネルから生えてるところの、この黒のこれ樹脂系がちょっと、これもグロスブラックにしてほしいな。これ塗っちゃおうかな。まあ、そんな目立たないか。あ、でもこっちも樹脂系なんだね。だからここだけがカラードパーツっていう話だ。まあまあ、そんな目立つものではないか。うん、嫌だったらラッピング貼っちゃおう。で、僕忘れてました。で、これね、ちょっと叩いてみたかった。あ、やっぱそうだ。
超音施工がされたこれ天井です。だから超音天井なんですよこれ。だからね、音が響かないようになっているので、前の席と後ろの席の要は会話がすごいクリアに楽しめるっていう、あの伝わるっていうのも言っておりましたね。そのあたりの静かさも、まあ走行中に車が来たらいろいろ確認しましょう。まあ僕の車が来るよりも早く、多分メディア試乗会の方が早いと思うので、まあそこでドキドキしながら自分の選んだ選択が合ってるのかって言っても、これワングレードなので、スポーツのこれ Z グレードしかないので、だからワングレード、もうワンスペックですよ今のところ。だから PHEV が出てきた時に要は2グレード構成になるっていう、そういうお話ですね。あ、そうだそうだ、あともう一個、これここにね、まあ触ってわかんないよね。これ助電の要はスタビライジングなんとかなんとかシートなんですよ。要は体がまとっている静電気をここで除去してあげると、要はあのアルミテープとかを貼ったりして直腕が高まるのと一緒で、なんかね、やっぱ人が帯びている電気もちょっと車のフィーリングとかに悪さするっていうのがもう分かってるので、だからその助電タイプのシートになっております。もう一昔前であれば全く理解されないでしょ。人が帯びてる静電気がハンドリングとか乗り味に若干影響するんですよ。だからそれをトヨタとしては最初からつけてきて、乗り味を良くしようっていうところのパーツもついております。技術ってすごいですよね。こんなんもうたった5年前でもいいんですよ。5年前の人が、いや体に帯びてる電気を省いてあげるとハンドリング良くなるんだよって誰が信じますかって話じゃないですか。でもそういうのをしっかりと標準設定でつけてくるっていう、これから先ももっともっと今では理解できないような技術がどん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 入ってきますよ。そんなものっていうね、そういうのに触れていくっていうのもまあ楽しいところですよね。まあというような形で、あ、ちなみにスペックだけ 2.5 リッターです。これあのダブルのインジェクターですね。直噴プラスあのポート噴射もついている、まあ 2.5 リッター高効率エンジンです。そのエンジンが186馬力の221ニュートンですね。でそこにモーターがついており、フロントモーターで119馬力202ニュートンで、リアモーターは54馬力の121ニュートン。だから、まあ整理すると、リアで121ニュートン、フロントでモーターだけで202ニュートン、エンジンで221ニュートン。これら総合して単純なるプラスにはならないですけども、かなりもうこの PHEV じゃなくても、この 2.5 リッターのハイブリッドですでに速そうなのはイメージができるかと思います。まあしかし本当にその速さがあるのか予想でしかないですけれども、いやだから納車されて最初の一踏みで全部がわかりますけど、ドキドキだな、乗らずに買うっていうね。しかしまあ若干遅かろうが、もうこのフロント周りのこの造形ね、若干プロサングを思わせるような、あとリアフェンダーのこのモリッとした造形ね、このあたりを見て、で21インチ見て、うわかっこいいねで全部が納得できてしまうっていう、まあそういうかっこよさを持っている車を今回は購入させていただきました。改めてお伝えします、 HKS さんが一番なんとなく僕が頼める近くにいるというところで有力かもしれないですけど、ローダウンスプリング 20mm ダウンもしくは 15mm ダウン一緒に作りませんか、よろしくお願いいたします。もう僕の車両を貸して型取りにしてもいいので、ぜひともよろしくお願いいたします。納車は今のところ僕個人的にあの降りてきている、要はお客としてのね、あの情報としては今のところ早くても11月多分無理でしょうというのは言われております。だから12月、まあ、クリスマスプレゼントみたいなような形で、これ納車されて年末等も含めて楽しむのかなと思っております。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。まあ、今回このクラウンスポーツ黒ボディ買いました。ローダウンスプリング一緒にどなたか作っていただけないでしょうか。ではでは失礼いたします。伊勢崎店の方ありがとうございます、ご協力。納車もぜひとも一日でも早くよろしくお願いいたします。イカラホ。